天気予報です今日の近畿地方はそうそう10月の秋晴れってこんな感じと納得するようなからっと爽やかな陽気になりましたこんな陽気が続けばいいんですが明日はどうでしょうかお天気ライオンちゃん はい明日も多くのところで秋晴れとなりそうです秋の晴れの日は寒暖差も大きくなります詳しくお伝えしていきます早速明日の天気マークで見てみますと多くのところ晴れマークが並んでいますね京阪神など近畿の中部は文句なく晴れそうなんですが北と南でやや雲が広がりやすくなりそうなんですね特に南部は午前を中心ににわか雨のところもありそうです よくく晴れる地域を中心に寒暖差が大きくなりそうです明日の朝の予想最低気温は今朝よりも少し低いところが多くてこれでだいたい平年並みぐらいなんですけれども大阪は16度、京都14度そして奈良や大津は13度くらいまで下がって肌寒い朝となりそうです。 一方日中の最高気温は京都あまり変わらず22度から25度くらいまで上がって日向では少し汗ばむくらいに感じる方もいらっしゃるかなと思います内陸部では服装2枚分くらいの大きな寒暖差となりそうです疲れも溜まってくる週の後半ですので体調を崩さないように気をつけていきましょうさて明日の予想天気図なんですが日本付近高気圧に 広く覆われる見込みでこのためだいたい秋晴れになりそうなんですがこの高気圧の周りを回る風で北と南で湿った空気が流れ込みやすくなって雲が広がりやすくなりそうなんですただ明後日金曜日にかけては北から高気圧にしっかりと覆われる形に変わっていく見通しですということで週間予報を見てみますと 明後日金曜日までは秋晴れの続くところが多い見込みです土曜日も午前中はだいたい晴れそうなんですが南の低気圧などの影響を受けましてだんだん天気下り坂日曜日は太平洋側を中心に広く雨が降る見通しになってきましたマークにはありませんが北部でも雨の可能性がありますということでこの週末屋外レジャーは土日でいうと土曜日の方がおすすめかなと思います では最後に洗濯情報です。明日は中部を中心に洗濯日和、串本など南部ではにわか雨にお気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。寒暖差の大きい日が増えてきています。旬で美味しい柿で栄養をつけましょう。